アンナホン・モンテネグロは、モンテネグロ王国の王女。セルビア5名はアナ・ペトロビチニエ5種。モンテネグロ公、ニコラ1世とその妻のミレナブ・コティッチの間の、第7子、6女として生まれた。一族が、ロシア帝室の庇護を受けていた関係で、姉たちと一緒に、サンクトペテルブルク宮廷に引き取られて、教育を受けた。家族と一緒に、フランスの保養地シミエを訪れた際に、 バッテン・ベルク公使フランツ・ヨーゼフと知り合い、間もなく婚約した。結婚に際し、二人はバッテン、ベルク家の庇護者であるイギリスのビクトリア女王及び、ロシア皇帝ニコライ2世の許しを得ている。結婚式は1897年5月18日に、セティニエにおいて、正教会とプロテスタントの両方の宗派による結婚式が行われた。アンナは、 ニコライ2世から100万ルーブルの花嫁持参金を与えられたと言われる。アンナとフランツ・ヨーゼフは美男美女のおしどり夫婦として知られたが、子供を授かることはできなかった。夫妻は、ダルムシュタットのプリンツ・エミール・ガルテンに今日構えた。第一次世界大戦が始まると、バッテン、ベルク家のイギリス・ロシア宮廷との結びつきのために、その立場は難しいものとなった。夫妻は、 ヘッセン大公、エルンストルートビヒの進めに応じて、スイスに亡命した。それまでの夫妻の生活は決して楽な状態ではなかったが、亡命生活が始まるといよいよ厳しいものに変わった。アンナは生計を立てるため特命で作曲活動を行い、一定の収入を得るようになった。1917年にイギリス王室がドイツ系の加盟へ、称号を放棄したのに従い、 フランツ・ヨーゼフとアンナを除くバッテン・ベルク家のすべての生員はイギリスに帰化し、英語的なマウント・バッテン姓を名乗ることになった。1924年に夫が死去した後、アンナはバッテン・ベルク家の中でバッテン・ベルク姓を名乗る唯一の人物となった。フランツ・ヨーゼフは、おいのルイス・マウント・バッテン教の妻で大富豪のエド・イナーシュレーから年金を受けており、 彼の死後もその未亡人のアンナが年金を受け取り続けた。アンナは江戸伊賀が亡くなる1960年までこの義理の命からの年金を頼りに暮らした。1971年96歳の高齢で死去した。ありがとうございます。